こっちは見かけがコンプレックスなんだよ。舐められないようにしないと。見てんじゃねえよ、カセ！な、何の真似だよ、おい。乗るかなって。乗らねえよ。じゃあイケメンの友達紹介してくれ。どういう論理だよ。昨日の夜コンビニ行った帰りに酔っ払ったサラリーマンがゲロ吐いて泣きながら電柱に向かって話してるのを聞いてさ。そのサラリーマンもいろいろ終了してないか。けどなかなかいい言葉だと思うんだよね。諦めたらそこで試合終了。なんか元気が出るっつーか。すごいと思う。すでに試合終了してるのにそのセリフに感動できるあたり。あ、なんか出すもん出しな。今割と便秘気味なんだけど。なんでそっちと思った。進路希望の紙。あ、そっちか。あと てめえさっきはよくも騙してくれたな。ごめん、ロリが口聞いてくれないって言うから。お前な、そんなろくでもない嘘ばっかついてると、お前んちだけ今年サンタさん来ねえからな。おー、サンキューロリ。ありがとう、いただくわ。でも、えらい急だな。ほら、田中、お前も。